はい、ということで、今回は、2020年度、大出血、プレゼント企画を実施します。イェーイ!わー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 ということで、まあ、主に今、プレゼントの内容は、まあ、ちょっとまあ、日用品、まあ、ティッシュだったり、エコバッグだったり、まあ、実用的なものを中心に集めました。まあ、ウエットティッシュだったり、まあ、一番高価だなーって思ったのは、個人的にね、これ。お弁当ですよ、お弁当箱。これ、非売品ですよ、これ。非売品はプレゼントしますよ。はい。これ、まあ、箸も入っついてるのでね、すごいなんかいいですね。はい。これが、まあ、2名に当たります。で、まあ、こういった、まあ、ちょっと、まあ、変わったスポンジなど、あと、まあ、イヤホン。かわいいですね、脊椎インコの。イヤホンなど、あと、まあ、こういった、まあ、日用的なものとか、まあ、限定の商品やら、まあ、洗剤など、まあ、いろんな商品が、まあ、計、何個だ ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、26人に当たります。ただし、これは、あくまでも、チャンネル登録者が1000人に行かなければ、2020年度中に1000人に行かなければ、実施できませんということで、ま、みんな、頑張ってチャンネル登録してね。いや、頑張ってっていう言い方おかしいな。だってチャンネル登録ポチって押したわけですからね。はい。なので、みんなのまあ、チャンネル登録がたくさんしてくれた人だけまあプレゼント。もしかしたらまあチャンネル登録者がまあ予想以上にまあ多かった場合は、プレゼントをまあ増額しますので、例えば、なんだろう。まあいいや、まあ日常的なものでですね。はい。まあ限定商品などもありますのでね。絶対チャンネル登録してよ。まあプレゼント企画実施するには最低でもチャンネル登録者はまあ1000人が必要ってことですね。はい。あとまあ、プレゼントの内容がまあ予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。またまあチャンネル登録者が予想以上に多く増加した場合にはまあ、プレゼントまあ豪華にまあ増額してまあ、プレゼント企画やるのでまあ、後ほど。それでは緊急プレゼント企画でした。それではまた。